はい、皆さん、マ毎度毎ドはい、ロング系のレイヤーカットね。まあ、いろんな入れ方があるからね。さっきのはね。まあ、こういう角度で耳の後ろまでレイヤーにするっていうのはあまりねえんじゃねえかな。みんなどうよ。でもね、こういうレイヤー切るときはね、この位置で切ったのが無難だよね。でも実際肩があるからね。この赤いラインが前に来るよね。肩がある分ね。まあ、鎖骨に乗ってしまうっていう感じ。この赤いラインがね。実際自分は営業中だと、あの、もみ上げから、 耳の後ろにかけてはあまりレイヤーの角度を入れないレイヤーをするかな。まあ、とりあえずこんな形で切るのが多いんじゃないかな。やっぱりこうやって切るときもね、自然に上から下に溶かした状態、引力に逆らない状態でね、まあ、切るような感じだけど、この緑と赤をこのちょっと前上がりに切る場所って難しいよね。肩のどこで切るかね、肩が邪魔だからね。で、右手と左手じゃね、手首が邪魔になるからね、左手のね。 右側切るときね、左手の手首が当たるからね、同じ位置じゃ切れないんだよね、左右ね、比べた場合ね。もうこれからの時代はさ、左手用のさ、シザー買ってさ、両手で切るようになっちゃう右は右手でさ、髪の毛掴んで、左手用のシザーで、カットするもう、若ければできるかもしんないけど、我々の年代になるともう手動かないね、左手なんかもうバカになっちゃってっからね。まあ、ハサミが無理なら、バリカンでカットするってのもあるけどね。 まあ今の時代バリカンでカットしたらさ、なんだこの親父って言われちゃうよね。だけどね、刃物学的に考えたらね、バリカンってのは切れるかんね触っただけで毛がパラパラと落ちるぐらい切れるからね、シザーの火じゃないよね。まあね、せっかくね、ドライカットにみんな慣れてきてね、ここでバリカン持ったらさ、お客さんさ、逃げちゃうよね。怖くってね。やっぱバリカンって坊主のイメージがあるからね。まあ女性にはあまり使えないよね。あと、レイヤーカットになるとさ、 トップの長さをどのぐらいの長さにするかってことだよね。下からさ、ガイドラインを決めてさ、上に切り上がっていくとさ、上の長さがどうもこうもさ、なくなっちゃうよね。ガイドラインの長さ、理屈で切っていってしまうっていうの、なんつの結局下から切ってった、引き算していったものが上の長さみたいにねと。上の長さをさ、任意な長さに決めらんないよね。 あと、レイヤー入れるときね。まあ、巻く人ね。ブローで流す人。いろいろいるけどね。まあ、トップの長さを最初に決めるってのも大事だよね。まあ、ブローする人はトップの長さかな。巻く人はサイドのさ、レイヤーの具合。下の方に10センチレイヤー入れるとか、5センチレイヤー入れるとかね。それちょっとね、次にやってみようか。図書いてね。はい、お疲れ様でした。